ちは。こんにちは、宇多川さん。はい、阪神はリーグ優勝しましたが、はい、その元阪神の選手の今日は話題です。あ、藤浪晋太郎投手が快進撃を続けてます。そうなんです。ちょっとあの前に遡るんですけれども、日本時間の14日、はい、カージナルス対オリオールズ戦、これ1対0で負けはしたものの、9回に4番手で出てきて0点に抑え、なんと防御率6点台に下がってきました。まあ、6点台に下がってきました。どれだけ高かったんだよっていう話だよね。そうなんです。一時期ですね、あの本当に30.8、はあ、まあ、そうだよな、はい、最初パンパンとやられたからね。そうなんです。行った当初はありましたけれども、ここに来て抜群の安定感を見せていまして、いや投げてるボールはえぐいよ。いやそうです、速いし、いや速いし、ね、進化落ちるしさ、はい、スプリット落ちるし、はい、でなんつってもまっすぐ速いな、生きてるな、まっすぐが。そうなんですよね。でこの日で6試合連続無失点、9月は防御率 0.00、盤石だな。抜群の安定感です。いや本当だな、はい、びっくりするよな。びっくりします。ここに来てようやく自分の一番安定するリリースポイントがやっぱ体で分かったと。遅くないか。ちょっとそうですね、阪神時代に。まあまあでもリリースポイントってのはバラバラだったからね、うん、だから一つのその技術みたいなもんだよ、うん、まあ、バッティングでいう、はい、ああこうやって打てば飛ぶとかさ、うんうん、そういうことだろうと思うから、やっぱ体で習得したものっていうのはなかなか忘れにくいと思うよ。だからこれからやっぱ安定してくると思うけどな。あ、さらにさらにチームももちろんそのポストシーズンへのその進出を勝って、まあね、マジックこの時点ではまあ今4なんですけれどもね、まあいいところで投げさせてくれるようになるよね、これは。そうですよね。だって9月に入って点取られてないわけだから、はい、だからそれは使おうとしてもいいところで使いたいっていうふうには、うん、思ってるはずだしね、はい、実際いいところでも使ってもらってるしさ、うん、頼りになるピッチャーになってきたよ ね。ただその本当行った当初が本当にこう制球が定まらなくて、そうだな、その防御率30点台まで行ったのが、まあ、ここに来てその安定してきたっていうのは、まあ、一つはそのリリースポイントを見つけられた、うん、なぜ見つけられたんでしょうかね、本人としては。やっぱ投げてる時の感覚じゃないの。だから感覚で覚えたものって言ったら感覚なくしたら終わりだけどさ、はい、やっぱ体のこう使い方で、あ、ここだっていうのが分かれば、技術的なものに なってくれれば感覚的なものじゃなくてね、はい、それだったら崩れないよね。だから、まあ、技術的なものであってほしいけどね。そうですよね。だから平松さん、カミソリシュートのね、で握り方、なんか体育館で投げた時に平らなところで投げて、あ、ボールの持ち方こうやったら、えらいシュートするなって言ってからカミソリシュートが出来上がる。で牧原も篠塚さんにあのスライダーの持ち方投げ方をこうキャッチボールした時に、はい、えらい間があるから、うん、横滑りで、はい、どうやってやってるんですかって、それからだから。あ、そうなんですか。だからやっぱ一つの技術とか一つのきっかけでピッチャーって良くなる、球種を覚えたりだとかする時あるから、だからリリースポイントも一つの技術だし、まあ感覚というか、まあそういうこともあるけども、掴んだということはこれは大きなことだよね。そうですよね、うん、だからメジャー海の向こうに行って、例えば海外のトレーナーとかコーチが今投げた感覚どうとか、そういう出会いで見つかったっていう可能性もあるわけですかね、ちょっと投げてみてとか。まあ解析 とか今いろいろするからね、はい、今はね、うん、だからここって言ってもさ、動きの中でここって言われてもさ、なかなかわからないけども、自分の中で例えばこのバランス的にこういうふうに投げたらここに絶対来るっていうことを見つけられたんだったら、なかなか狂わないよ。あ、じゃあこのままでいくんですね。そうそうそう、感性で、あ、なんとなくここかなって言ったら、なんとなくがもうバラバラになってしまうというか、うん、でも全体的な体の使い方はここだっていうのが分かれば、そんなに狂わなくなる。あ、ここから安定してきたら技術的なものとして習得したんだなってことが分かりますよ ね。 そうだね。だからまあでも9月入って0点で来てるっていうことは、うん、まあ、それのものは掴んだかも分からないね。そうですよね、うん、あと環境という面ではどうでしょう、まあ、うん、やりやすいのかもね、やっぱ選手のことを大事にしてくれるし、はい、やったらやったで賞賛もしてくれるし、うん、まあ、やらなかったらやっぱりね、日本と同じように言われるだろうけども、まあ、だけどもわけわかんないと。そうです、そうです。何か悪いことしたのって、はい、まあ、まあそういうこともあるだろうし、うん、生活は
なんていうの、メジャーの人に聞くとさ、やっぱメジャーの待遇ってやっぱ抜群だって言うんだよね、いいって言うんだよね。まあその球団によっても違うけども、はい、でもそれなりに一軍の、まあ、メジャーの待遇は素晴らしくいいと、うん、飛行機乗るにしても何するにしても、いやだからそういうことを味わうとさ、はい、いいんじゃない。ああそうか、まあ、そういう環境にも慣れてきて、うん、野球に集中できるだけの環境が整ってみたいな。今向こうではいろんなその誘惑もないでしょ。ないでしょうね、多分ね。まだまあ野球に集中できるっていうこともあるし、いい環境にこう身を置くっていうことは大切なことだしね。そうですよね。これが2年3年4年ってなってくると、うん、まあ、いろんなことが周りがね、行動範囲も広くなってきて、まあ、野球に集中できるかどうかっていうのは別問題としてできなくなるかも分かんないけど、でも今年1年ということを考えると、もう本当に野球にこう入り込んでやってるのかなっていうふうに想像すると、そのリリースポイントが見つかることもそうだし、やっぱ成績もそうだし、上がってきてるっていうのは分かるよね。いや、そうですよね、うん、あとやっぱりそのメジャーの方がより厳しい、ダメだったらダメで本当にスパッと切られるとか、まあそうだな、うん、っていうその厳しさの中に身を置いてるっていうのも頑張らなきゃっていうことに、まあ最初は危機感あんのかなと思ったけどね東京バラバラだった時はね、どうなるかと思いましたよね。まあでもやっぱチームもそれにね、うん、緊張感を未だ保ってて、はい、世界一のチャンスも残されてて、はい、あのそういう環境でできてるっていうことはね、うん、モチベーションとしたら高いのかなと思う。そうですね。あと行った先のチームでの相性とかキャッチャーとの相性とか、ね、あるあるある、トレードされてよかったのかなっていう、まあそうだね、うん、まあいいのかも分かんないよね。そうですよね。まあでもアスレチックスに行ってでも、うん、その感覚っていうのは、この掴んだのかも分からないけども、より掴んでほしいところで掴めたっていうのはさ、まあ、藤波の運なのかなっていうふうには思うけどね。いや本当そうですよね。日本では阪神、うん、で海を渡って優勝すれば藤波みたいな、これそうなったもう阪神ファンは黙っちゃいないそうですね。いやもう大騒ぎだよダブルでですよ。そうだよ、経済効果が少し伸びるどこのです、藤波の館で腕ダブル作るんですね。道頓堀あたりに藤波の館を。そうそうなるほど。いやでもそうですよ、本当に日本では、まあ、阪神がリーグ優勝、一方海の向こうではって、例えばオリオールズ可能性があるからな、十分にあるので、これは分からないよ、ね、侮れない。そうですよね。あと藤波投手もきっとね、あのパソコンとかネットとかでこの阪神のことを今年のね、電話してるよ、誰か誰か電話してますか、ね、絶対してるよ選手とか、まあまあそのネットでもやっぱしっかり見てると思うし、ね、うん、追ってると思うしね、うん、まあ嬉しいだろうね。まあ嬉しいというか、うん、まあ自分もその仲間に負けないぐらいに、うん、まあアメリカで頑張ろうとは思うよね。まあ励みにはなるよね。そうですよね。いやでもね、ここから本当に厳しい戦いが一戦一戦藤波投手も多くなってくると思いますし、これポストシーズンとかその先の世界一へってなってくると、もうさらに痺れた試合が多くなってくると思うので、そこで思う存分発揮してほしいですよね。まあそうだな。まあでもね、投げてるボールはね、やっぱ映像しか見れない、生では見れないけど、すごいいいボール投げてるよ、うん、だからああなるほど、これ三振の数も増えてきてるしさ、これは納得するよね、うんうん、だからまあこのままね、はい、無事シーズンを終えて、うん、まあ、凱旋帰国するのかな、するかもですね、もしかすると、まあ、阪神のとこ行って、はい、おめでとうぐらい言いに来るでしょう。もしかしたらリングを持ってですよね。可能性あるな、はい、いきなり阪神の選手ちょっと嫌味に思うよね日本のリングってさなかなかこう有名になんないからね。そうなんです、作ってるけどあるみたいと、あるんだけど、うん、アメリカから比べたらしょぼいのかな。どうなんですかね。いやな、結構するみたいだからな、アメリカのは。いやすごいみたいですね、存在感もすごいし。そうそう、うん、だからもう早く見せて、うん、阪神がどのぐらいの作るかね。いやそうですね。いやちょっと阪神にプレッシャーかけちゃったみたいな、申し訳ない。いやいやいや、でもね、あの双方でね、あのいい成績を今シーズン最後、ね、うん、残すことが、はい、ね、期待されてます。阪神ファンはダブルで嬉しいですね。そうだな、はい、はい。